今帰ったぞ、父。ただいま。いやー、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとどうした父。おら腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ。オラは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、大地オラ免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも二人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため渋々。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上は仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かの。安全運転で頼むよ。うし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。もうちょっと早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。キヤホー。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。うわわわわ。こいつは気持ちいいや。感じだ。安全運転でいいんじゃよ。わわわわ。こいつは気持ちいいや。うし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。どんなもんで。よし、ほら抜く。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺はソンに負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピクロ、なんじゃ。望むところだ。ソン、はい、ピクロ。うわー。
悟空さん、どうだ。そりゃもうバッチリピッコロに勝った。よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さんが取れ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生免許はやるからもう来ないでくださいってさ。それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブ。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、オラお金のことよくわかんねえからさ。なよし、そんじゃオラたちは修行にも。なお母さん。おい父、大丈夫か。いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか。悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか。はっはっは、割り割り。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあ、ほら、ちょっとブルマンとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。あら、孫くん、どうしたの。あのさ、悪いんだけど。あら、いいわよ、相談って、ね、ほら、父に言われて、なんとかなんねえかな。へえ。ほんとか。でも孫くんの運転ってら、もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれ。材料って何集めてくればいい。そうね、必要なものはあり、あとをついでだから作ったく。そっか、悪いなブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。父。ああ、悟空さん、車はどうだったべ。材料集めたらブルマ。ほんとけ、よかっただ。じゃあきっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が。わかった、来ろ。また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれに。うん、いいだろう。悟空さん、今無天老様から連絡があっただよ。へえ、懐かしいな。それで何だって。よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さん。ほら、修行があるんだけど。無天老様に失礼があっちゃなんねえだ。話を。そうだな。じゃあほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。とにかく行ってみっか。